本日はですね、以前に撮影したものなんですけれども、そちらのご紹介をさせていただければと思います。ですね、使ったものはジンバルなんですけども、こちら、ジユンのスムースQ スマホ用のスタビライザーになります。前回はこちらにスマホをつけて、あのアリスの散歩を撮ってみたんですけれども、今回はですね、このジンバルのアタッチメント、スマホをつけるアタッチメントがあるんですが、こちら皆さんご存知だとは思うんですけれども、くるくる回るので、これを横向きにした状態で、ちょうどここに GoPro が挟み込めるという形です。これ GoPro じゃないんですけども、ほぼ同じ大きさのものなんですが、ここがスポッとはまるような感じですね。はい、GoPro はボタンが横にあったりするんですけれども、この上の録画ボタンを押すとすぐに録画が開始できたりするので、それは特に問題なかったです。このスタビライザーですね、私の大好きな YouTuber のピート内藤さんがおすすめしてくださったので購入してみました。この値段でこんなにすごいのが撮れるんだと驚いております。これにまた GoPro をつけることで、とても滑らかな映像が撮れればなと思いましてやってみました。見ていただいた方が早いと思いますので、それではご覧ください。どうぞ。If I could run with you, and from what I have heard, you do the same thing too. I wanna stay forever. We could be good together. Guess mystery loves company. Better too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Everywhere we goいかがだったでしょうか。かなりね、後ろ向きに、最初にも言ったんですけど、後ろ向きに走ったり、あのアリスにグイグイ引っ張られたりもしたんですけれども、結構滑らかに撮れてると思うんですよ。まあ多少の走った時の上下の揺れはあったように感じるんですけれども、それも気にならずに見れたと思います。またですね、あのスマホ用のここの部分にですね、スマホ用のアタッチメントなので、ここに GoPro とかをつけれるような
鉄のマウントがあるんですけれども、それをつけるとかなりこのモーター音が入っちゃったんですよ。なので直接ここにつけることにして撮影したんですけれども、そうすればほとんどこのモーター音とかも気にならずに撮影できました。おそらく振動が伝わってるんじゃないかなと思います。なのでここに挟み込むときは樹脂とかがいいのかなと思っているので、また何か検討してお見せできればなと思っております。ですね、こちらジンバルの後ろに三脚をつけるネジ穴がついてるんですけれども、これを使って一つやりたいことがあるので、またそれは次の動画でご紹介できればなと思っております。本日は以上になります。ありがとうございました。この動画良かったなと思っていただける方がいらっしゃいましたら、高評価ボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。